ボヘミアン・ラプソディ、コード徹底解説をやります。フレディ・マーキュリー、変態的極上ピアノポップ10選の最後の曲です。歌詞完全解説も前回の動画でやってるのでぜひご覧ください。やはり最後はこの曲がふさわしいですね。当然のごとく凄まじい曲構成、コード進行になってます。では早速見ていきます。これはフレディ一人による多重録音です。でアカペラですけど、使われなかったトラックにピアノが残ってます。それはこちらです。Gm7、C7、F7、Bb です。多分キーは Bb です。で、問題なのは、このアカペラ部分は何拍子なのか。これどこ見ても、4分の4、4分の4、4分の5、4分の4になってるんですよ。英語のウィキにもそう書いてありました。なんですけど、僕は8分の9を4回だと思いますね。まずリズムがタッ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 タなんで、明らかにアカペラごとリズムが違うんですよ。アカペラ側は普通に4拍子ですけど、8分の9を4回で数えるとこうなります。1、2、3、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 4。どう考えてもこの数え方が自然ですね。4拍子だとリズムが違うんで数えられないです。本物は3小節目に入るタイミングがちょっとだけ早いんですけど、それはただ単にテンポがちょっと速くなっちゃっただけです。本質的なリズムは8分の9ですね。なんでこの4分の5とかいう変な表紙が定説になってるのかよくわかんないんですけど。でアカペラ終わりまして、普通の4拍子になってピアノが入ってきます。ここで注目したいのが B、B フラット、A のとこなんですけど、ここ面白いですよね。これが歌詞と連動してるんですよ。 I'm easy come easy go なんですけど、これは日本語のことわざで言うと悪戦身につかずで、簡単に手に入れたものは簡単に失うっていう意味です。ここでの歌詞はいろんな訳し方があるんですけど、まあその日暮らしとかフラフラ生きるって感じに訳してる人が結構いましたね。でこれコードもフラフラしてるじゃないですか。キーが B フラットなんですけど、 B に行ったり A に行ったり、これで easy come easy go っていうのを表現してます。その次のリトルハイリトルロー、これまた連動してるかもしれないです。これピアノのコードの形で言うとこういう感じなんですけど、これまた上に行ったり下に行ったりするんですよ。これを見てリトルハイリトルローっていう歌詞を思いついた可能性もゼロではないと思いますね。まあそう思ってた方が楽しいんで、そういうことにします。次のパートいきます。E フラットに転調してる感があるんですけど、ここは B フラットのままですね。でお得意の D ミニッシュを挟みまして F7 オン C です。これ最高の響きですね。であの有名なフレーズが飛び出してきます。フレディが腕をクロスさせてピアノを弾く姿はあまりにも有名ですよね。でこの音って6の音だったんですね。B フラットに対して G は6です。6って結構使うのは難しい音で、下手するとちょっとバカっぽい音になっちゃうんですよ。でもここでは最高の響きになってますね。さすがです。ここまでが序章で、こっから本編みたいな感じですかね。ママGmC に対しては9層入れてますね。こっちの方が普通なんですよね。試しに Bb に9層入れてみます。これもまあありっちゃありですね。でもあえて6を選ぶってところがやっぱフレディですね。次いきます。C
マイナーからひたすらベースを下げていって E フラットに転調します。あとこの転調もなかなか気づけないんじゃないでしょうか。僕も初見では一切気づかなかったです。毎回言ってますけどフレディの転調は神業レベルですので気づくのは至難の業です。次いきます。今度は F マイナーから落ちていきます。次の B フラットに6/7を加えていくのがドラマチックですね。もうイヤーがオーで盛り上げていきます。B フラット直前のこのフレーズが非常に美しいです。一番高い音は維持したまま他の和音だけ半分ずつ下げていってます。変わっていく音と変わらない音の共存、フレディの曲はこれが非常に多いです。これはフレディの重要な要素の一つですね。この転調も聴いてるだけで気づける人はあまりいないでしょう。切れ味抜群すぎて切られた方も気づかないレベルの転調です。これを繰り返しまして神ギターソロ入ります。この曲は大部分がフレディの指示によるものだったらしいですが、このギターソロはブライアン・メイが創作したとのことです。これはもう歴史に残るギターソロで、何かの投票で史上最高のギターソロで1位になってました。これはもう納得ですね。これも作曲のクレジットを与えてもいいぐらいの素晴らしい仕事をしてます。このギターソロからオペラパートに入ります。Fマイナーから落ちていって D フラットで止まってまたさらに A まで落ちていきます。これはもう落ちるとこまで落ちていってその先で見た光景はっていう感じだと思います。ここがファルーク・バルサラの深層心理ですね。これについては歌詞解説動画の方ぜひご覧ください。ではオペラパート入ります。面白いコード進行ですね。ちょっとボードビル調です。フレディの得意な形です。キーは A だと思います。指の形で言うとこれしか動かしてないんですよ。指をちょっと動かすだけでこんな全然違う音になっちゃうっていうのがコードの非常に面白いところですね。このリトルシルエットがスカラムーシュでフレディ・マーキュリーの原型ですね。次いきます。最高にわけわかんないコード進行です。こんなの説明不可に決まってます。もうここは一切のルールが通用しない場所です。またメロディーもオクターブ違いで重ねまくっててよくわかんないですけど、一番聞こえるメロディーはこれとこの2つですね。合わせるとこうなります。このオペラパートのロジャーの声は非常に有名ですよね。なんちゅう声出してんだ。こっちが驚くわって感じです。で、音の高さってレベル2345ってあるんですけど、これはもちろんレベル5です。 A5 までいってますね。女性で声が高めの人の裏声の平均がだいたい F5 ぐらいなんですよ。それ余裕で超えちゃってますね。なのでこの音は人間に出せる音の高さの限界に近い音だと思います。これはフレディにも出せない声でしょう。なんでこんな声出せる人がバンドでドラムを担当してるんでしょうか。謎すぎます。ロジャーがいなかったらこの曲は完成してなかったかもしれません。次はガリレオですね。ここはコードないです。音はこれですね。これ同じ音のオクターブ違いかと思ってたんですけど、違う音なんですね。音の高さを近づけて一緒に弾くとこうなります。ちょっとオリエンタルな響きですね。でフィガロも登場します。これも違う音で音の高さを近づけるとこうなります。本物はこうです。音が離れすぎるとハモリ感がなくなるんですね。勉強になりました。でマグニフィコがあって I'm just a poor boy なんですけど、今回ちょっと新事実が発覚しました。 I'm just の前に小さくバットが入ってるんですね。 But I'm just a poor boy。 これは本物だとほぼ聞こえないですね。これ歌詞をいろいろ調べるとこのバットが乗ってるのと乗ってないのがあるんですよ。でもバットってはっきり言ってますね。なので歌詞の動画の補足説明をしますと、ガリレオとフィガロは偉大な人って言ってるのに対して、でも僕は惨めな少年って言ってますね。なのでやっぱりここでの僕はまだファルーク・バルサラってことになります。より施設の裏付けが取れてよかったです。ここのコードがまた注目です。Easy Come Easy Go の時に出てきた B、B フラット、A と同じに聞こえると思うんですけど、
これちょっと違うんですよ。これオペラの方は A じゃなくて A フラットナインスなんですよ。 A のフラットナインスの音である B フラットを加えてます。これが普通の A で、これは A フラットナインスです。早くやってみます。これが普通の A で弾いた場合、 A フラットナインスで弾いた場合、もう一回本物聴いてみます。これ A フラットナインスで弾いてることが分かりましたでしょうか。これ超細かいんで、ピアノ単体で集中して聴かないと絶対気づけないです。僕が調べた限りだとこれ全員 A で弾いてますね。でも実はフラットナインスが入ってるんですね。びっくりしました。またフレディはこれを意図的にやってるのか、それとも自然にこうなったのか、非常に気になるところです。変えたとしても誰も気づかないんで、はっきり言ってあんま意味ないんですよ。しかもさっきと弾き方違うからこんがらがるんですよ。何のためにこの音にしたのかっていうのが本当に読めなくて、やっぱフレディって謎だなと思います。次いきます。Just a poor boy. ここは最初のリトルシルエットのところとコード進行が似てます。これはもう同じモチーフってことなんでしょうね。コードを無理やり当てはめるとこういう感じになりますね。これはこういうもんだと思ってください。説明不可なんで。あとはまあ表紙も変ですね。1234123412341234123412341234123453+5ですね。あと全部で5小節になってます。もう全てが変です。次いきます。これさっきのやつなんですけど、なんとですね、1回目が A で2回目が A フラットナインスです。1回目と2回目で音違うの分かりますか。でここまで来た時になんでフレディがこんな少しずつ音を変えていったのか理解できました。まずこの B、B フラット、A のパートが出てくるのは3回です。ここからは歌詞の動画をぜひ見てほしいんですが、でまず1回目の人格がフレディ・マーキュリー、この時は A、 そして2回目の人格がファルーク・バルサラ、この時は A フラットナインス、そして3回目の人格がファルーク・バルサラとフレディ・マーキュリー、なので A と A フラットナインス、このパートの時の人格が全部違うんですね。これはちょっと鳥肌立ちますね。ちょっとやっぱこの人は計り知れないですわ。もうここで満足して終わりたいんですけど、次いきます。また難敵がやってきました。ビスミラパートです。ビスミラ、これはフレディの声でしょうね。かっこいいっすね。で気になるのはやっぱり表紙でしょうね、まあ、めちゃくちゃやってんじゃないのって思ってたんですけど、一応数えられました。こんな感じですね。4分の3 4分の7 4分の2 8分の7 8分の5 4分の2 8分の7 8分の3 8分の5 8分の3 8分の5です。ちょっと原曲は早すぎるんでスローで数えますね。1234567 1212345671234567 1212345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  1
られないんだったらテンポを倍にして8ビートで数える、1234から1234567878ってことですね。当然この表紙は狂ってるんですけど、フレディが狂ってるんでしょうがないです。これ原曲スピードで数えられたらすごいです。コードはこんな感じですね。意外とコードはシンプルです。 B フラットにはサス4の音が入ってますね。こっからノーノーノーまではテンポないと思いますね。フリーだと思います。ノーノーノーはこれです。珍しくちょっとミスってますね。またここのメロディーが鬼のように複雑でして、耳コピが超至難の技でした。ここは多分3つのメロディーを組み合わせてますね。まず1人がピアノと同じメロディーで、もう一人がこれで、もう一人がこれ、最後の人めっちゃ気持ち悪いメロディーですね。この声は右から聞こえるので注意して聞いてみてください。で、全部忘れるとこうなります。で、オクターブでいろいろ重ねてみるとこうなります。いや、カオスですね。次いきます。ママミアレミゴ、ここでのキーは E フラットだと思います。この D が面白いですね。なんか無理やり挟んだって感じです。ここでもやはり注目すべきはロジャー・テイラーですね。
さっきは英語の高さで人間の限界に近いって言ったんですけど、この手は B フラット5ですね。とうとう人間の限界を超えました。これが悪魔ってことかもしれないですね。ベルゼブブの用意した悪魔の正体が判明したので、それはぜひ歌詞解説動画でご覧ください。こっからハードロックパートですね。リズムがガラッと変わります。このリズムはなんて言うんですかね。ダンタダダンダンタダダン。これは3連符中抜きプラス3連符2連打ですね。不思議なリズムです。途中2拍子で挟まる、これがかっこいいですね。次いきます。このセブンスがめっちゃ効いてますね。これ隠れてナイスコードです。次いきます。この B がマジでわけわかんないですね。史上最高にわけわかんないかもしれません。 A は経過音だとして、 G フラット A フラットときたら 99.9% は B フラットに行くんですけど、なんで半音高い B っていう、本当に頭おかしいですね。次はあの有名なフレーズです。上がったり下がったりのせめぎ合いですね。これで天使とのデッドヒートを演出してます。ゆっくり弾くとこうなります。これはオクターブ奏法ですね。 C までは最速でいって、そこからちょっとだけゆっくりになるって感じですね。これ最初絶対無理だと思ったんですけど、何回も練習してたらだんだん弾けるようになってきました。何事も慣れですね。で、天使とのデッドヒットに勝ったフレディのウィニングランがこの後からです。これもフレーズの区切りが非常に曖昧でして、僕が演奏するときはこう数えます。 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,1,2,3,4。なんでここの6で 4+2 にしないかっていうと、なんか前のフレーズからの続きのような気がするんですよね。この1、2から新しく始まるっていう感じがしません。なので6で数えちゃいますね。このコード進行はちょっとキラークイーンっぽいですね。次いきます。ここはごく一般的なコード進行です。フレディが歌うと何でも最高に良くなってしまうというミラクルが起こります。最後は4度マイナーですね。ビートルズとかがよく使うコードです。とうとうラストです。めちゃくちゃ美しいフレーズです。今までの出来事は現実だったのか幻だったのか、そういう感覚が含まれてると思います。で、最後いつの間にか F に転調してるんですね。これまた気づける人はほとんどいないと思います。僕も危うく解説し忘れそうになりました。あ、そういえばここ転調してるじゃんってギリギリで思い出しました。それぐらいわかんないんですよ。ミリオネアワルツの動画でも言いましたけど、転調前と転調後の境目がほぼないんですね。シームレスに繋がってるんですよ。だからこの瞬間転調したって言えないんですよね。グラデーションみたいに本当に徐々に E フラットから F にキーが変わっていってる感じです。もうここだけ見ても超天才なんですけどね。最後はフレディお得意の一番高い音を維持しながら他の和音を降りていくパターンです。で、風が吹いてますね。なんかおとぎ話の終わりって感じがしますね。そしてこれにてフレディ・マーキュリー変態的極上ピアノポップ10選完結しました。
丸々2ヶ月かかりましたね。ここまで複雑でレベルが高いとは想像してませんでした。予想をはるかに超えてきましたね。ここでこのシリーズの一番最初の動画の一番最初に言った言葉に戻るんですが、この人はやっぱり人間じゃないです、宇宙人です。完全に再確認しました。クイーンの動画はこれからもやっていこうと思います。ギター、ベース、ピアノを弾いたり解説したりもしますので、よろしくお願いいたします。ご鑑賞ありがとうございました。